ちらが小町商店街になります。やはりちょっとご覧の通りなんですけれども、まあ、シャッター商店街と言われちゃうような通りにはなってますね。かつての人がいっぱいいた本町通りをこのまた取り戻したいなということで立ち上げたのがこちらの本町ベースになります。ここは毎日来ております。入りやすい、来やすい、すごく楽しい街だなっていうのは感じてます。 This is Seki City in Gifu Prefecture. In 2021, the city built a new center for community building called Honmachi Base.With the aid of crowdfunding through the Rakuten Furusato Nose or Hometown Tax Program. これから新しく、まあ、町に関わる人たちの、まあ、場所、基地、まあ、それでベース、本町のベース、まあ、基地ですけど、やっぱりこういう商店街の良さって人との関わりだったりとか、まあ、そういったところがあるので、そういうところをやっぱ残していきたい。この本町ベースの中がなんかこの一つのなんか街になってっていうか、ここでみんなが交流を生んで近所付き合いを生んでっていうのは想像以上の成果になっているのかなと。What kind of changes are actually happening in local communities through the Rakuten Furusato Nose program? We headed to the scene along with the member of the hometown tax business department to find out.What is Furusato Nose in the first place? Furusato Nose, or hometown tax, is a system in Japan where citizens can donate a portion of the residence tax they pay to the area they live in to another municipality they want to support. In addition to a tax deduction, participants can also receive thank you gifts, and the number of donors, as well as the amount of donations, continues to increase each year.The Rakuten Furusato Nose program is also growing rapidly. Rakuten is now taking on a new challenge, focusing on Furusato Nose that utilizes crowdfunding. And Seki City is one of the regional governments that has cooperated with this new endeavor. But why crowdfunding?まず最初のきっかけは令和の2年なんですけれども、ちょうどこう返礼品の競争みたいのがすごい出てきて、で総務省の方が法律を整備してっていうちょうど段階だったんです。 Several years ago, the Furusato Nose system was revised as issues arose with some local governments running initiatives that were not in line with the original intent, such as offering gift certificates to encourage more donations.やっぱりふるさと納税って本当に我々の地場の産業を全国に PR できるとっても貴重な機会になるので、こういうことをやりたいんで応援してくださいっていう使い道っていうところを絞った PR っていうところを始めるべきなんじゃないかっていうところがありましたと。 How can people be encouraged to participate in the program not only for the sake of thank you gifts but through the desire to support a particular community? This is where Rakuten focused on crowdfunding.クラウドファンディングはもうそれこそふるさと納税 の, まあ総務省が言う理念というか意義を本当に体現しているものだなと思っていて、寄付がどう使われるかを寄付者さんも考えるし、自治体さんもアピールする場っていう。 This is Mary Tanimoto, who works on developing and reviewing crowdfunding initiatives within the Hometown Tax Business Department.実際にこう寄付者の方から見て応援したいって思ってもらえるかっていうところとかは我々楽天の方からこうちょっともう少しお手伝いできるところとかもあると思うので、楽天さんってなんて言うんだろうな、このクラウドファンディングが関市のこう未来を作っていくものなのか、持続的に成長させていくものなのかみたいなものにすっごいこだわられて審査をするんです。我々ってやりたいことはあるんですけど、それをうまくプレゼンテーションするのって行政なのでやっぱり苦手で、こんなに思いの詰まっているところだったら応援したいなって思ってもらえるような、そういうエッセンスを楽天さんからアドバイスをいただいて、どん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 こう肉付けをしていって、やっとこうお披露目できたっていうところですね。As a result, Seki City's crowdfunding measure achieved 150% of its stated target. To accomplish this, Rakuten focused on sustainable community building. 一回こう
ふるさと納税で寄付を集めて終わりにならないような、あのその後ちゃんと町にこう続いていく、そのあの、まあ、スタートのところで、お金を使ってほしいっていうところが一つあります。立てて終わりではなくて、そこに人が来てこうやりたいことをやって、さらにこう発展させていくっていうような、あの、まあ、持続性と か, なんか一過性で終わらないようなものっていうのを、あの案件としては我々もこうちゃんとサポートしていきたいなっていうのが一点あります。 Thanks to such efforts, local residents and stores still gather at Honmachi Base 2 years after the crowdfunding effort. It is truly a hub that is revitalizing the community.この辺も閑散としてたんですけど、結構車、今日も駐車場止めれなかったんですけど、車が来たりとか人が来たりとか、人が流れるようになって賑やかになりました。たこ焼き屋エデンの上野園と申します。僕もこの関市出身なので、やっぱり地元のお客さんが多い中でお話とかもできますし、ここはやっぱ市役所、関市の市役所さんがバックアップしてくれてる施設なので、そのコストっていうのをめちゃめちゃ安くスタートアップできるんで、それはすごいありがたいかな。なかったら本当に今の僕らはいないんで。やっぱり街づくりって時間がかかることですし、まあ、そこにやっぱり関わる人が増えるから新しいエネルギーが湧いて、あの活動が生まれるっていうところがあるので、あの、まあ、私たちもまあそういう強い思いを持って、あの、まあ、望んでますし、逆にまあそういう、まあ、本気度を逆に行政が見せれば、市民の人たちも、まあ、だんだんこう意識も変わってきて、ずっとまあそれに、まあ、同じこう将来像をちゃんと描いて、それを共有して、まあ、そこにまあ共感を生むっていうところがやっぱり大事なので、そのためにもまあぶれずに、とりあえずあのできることを地道にこう突き進む。こういうこと言っちゃうとあれかもしれないけど、そのあのふるさと納税で全て完結することじゃ当然ないと思ってますし、その向こう側にこういうまちづくりがあったりとか、まあ、事業者さんたち の, あのご商売があったりとか、そういうその先っていうところが本当のまち、あ、づくりだったりとか、まあ、その地域の未来みたいなところになると思うので、自分としてはその入り口のところをどれだけあのそのスタートダッシュを切れるか、そこの背中を押せるかみたいなところを引き続きやっぱやっていくべきだし、本当の自治体さんのこう未来はその先にあるっていうのを意識しながらやっていきたいなと思います。 The Rakuten Furusato Nozei program will continue to take on challenges in its mission to foster and establish a culture of giving embodied by the Furusato Nozei system.